はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビージです。では今回は This is a Police 2、これを新しくプレイしていきたいと思います。で This is a Police はThis is a Police 1を、このチャンネルでも僕が実況していたので、見ていただいた方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、シミュレーションゲームになっていますので、まあ、警察を舞台とした内容にはなっているんですけども、アクションとかではないまったり系のゲームではあるんですが、その中身がね、なかなか面白い内容がいっぱい詰まってるんで、初めての方も、This is the Police 1を見た方も、2を実はもうプレイしているよっていう方も、まあ、いろんな方に楽しんでいただけるようにプレイができればいいかなというふうに思っています。で基本的に攻略サイトとかは見ないでプレイをしていっていますので、グダグダプレイになったり、いやいやそれ違うよっていうのもねあるかもしれないんですが、そのあたりも含めてお楽しみいただければ嬉しいなというふうに思っています。では早速ニューゲームで始めていきましょう。という前にちょっとオプション周りを確認しておきましょうか。特にね、話のスピードとかっていうのはのんびりめにした方がいいかなと思うんですが、特にないですね。じゃあこれでそのままプレイの方を開始していきましょう。ニューゲームです。ネクタイの本部。午前1時ごろ、シャープウッド警察に匿名の通報。最近この町にやってきたばかりのネクタイと呼ばれる麻薬密売ギャンブの本部の場所を知っているという内容だ。匿名の情報というのは大抵頼りにならないことが多いが、ウェールズ保安官にとってネクタイを解散させることは最大の目標の一つだった。彼は大江の警官2名とともに言われた場所に出かけていった。なるほど、このシャープウッド警察の保安官はウェールズですね。ターン1。なんかだいぶ This is the Police と毛色が違うゲームになっているな。これはとりあえず近づく、警官は1ターンにつき2つのアクションを行うことができる。短い距離を1回移動するとアクションが1回カウントされるよっていう内容ですね。ちなみに他のところには動けないので、まあ、チュートリアル的な感じなんでしょう。ちなみに動かすとこんな感じで警官が動いてきますね。で発電機の後ろに隠れると。ここはチュートリアルっぽいので、そのままチュートリアルに沿ってプレイの方は進めていきましょう。これ敵かな。丸太の後ろに隠れると。ウェルズ、これウェルズですね。でこれがノークス、ハン、うん、ハン、ウェルズ、ノークスの3人でアジトに潜入しているっていう感じかな。で続いてこれがノークス。容疑者のターン、敵のターンですね。敵がだいぶ近づいてきている中で、敵が離れると見えなくなるんですね、きっと。さらに近づくと、これウェールズですね。ウェールズは容疑者の前に飛び出していって、容疑者に気づかれ犯人を気絶させると。棍棒を使うのかな、これは警棒かな。犯人を少しの間気絶させることができる、うん、気絶させましょう。でさらに近づいて犯人を逮捕するということですね。警告を発することなく犯人を逮捕。手錠のマークが出てますね。3人確認しましたよね。そのうち1人を確保で、ノークスは右の方に流れていきます。もう1人の見張りが警官の視界から消えた。そうなんだよね、3人いたうち1人は確保で、もう1人は右の方にいて、もう1人が見えないんですよね。どこにいるのか。おっと、いましたね。丸太の影に隠れていた。テーザー銃で撃つというアクションを促されているので、じゃあ早速使っていきましょう。警棒やナイフが十分ではないとき、
犯人を数ターンにわたって気絶させることができる便利な中距離武器。うん、ビリ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 ってなってますね、これで。で、攻撃、テーザー銃で撃った後は、数ターン動かなくなるので、その間に警官を派遣して、犯人を逮捕するということだな。敵には目だけなく、もちろん耳もある。遠くにいる警官に気づいたり、怪しい音が聞こえた場合は、周辺をチェック。うん。なるほど。で、気絶させるのに、今度は唐辛子スプレーを使って敵を片手つけましょうという内容ですね。じゃあ、唐辛子スプレーを使いましょう。犯人を確実に気絶させることができるため、非常に役に立つ。これは1個マスが空いてても攻撃できるんですね。そしたら犯人を逮捕していきましょう。でもう一人は先へと進んでいくのかな。これあれかな、犯人はこのまま放置したまま先に進んでいくんですかね。なんか逆に怪しまれそうな感じもするけど。これで外にいた3人の犯人は全員確保が完了しました。でいよいよ中に突入する雰囲気ですけど、窓に近寄るのが1人、これ犯。中に人が一人いますね。交戦準備をするのがノークス。で、ドアを蹴り破るのがウェールズか。適切なスキルを持った警官のみがピッキングを行ったり、ドアを蹴り破ることができる。窓やドアを壊すと音が敵の注意を引いてしまう。まあ、それそうだよね。破壊除。ドアまたは窓を派手に破壊する。じゃあちょっと派手に破壊しますか。ドーンとやりましたけど。で、犯人を撃とう。どこを撃つか。まあ、頭を撃ちたいけど、今は撃てるのは手だけですね。で、手を撃たれた犯人は奥の部屋へと入っていきましたと。窓をこじ開けて、これはもうあれですね、完全にチュートリアルなんで、いろんな操作が体験できるように、おそらく操作を順番に教えてくれてる感じですね。ピッキングしたり、窓を破壊したり、ドアを蹴破ったりというところだと思います。で、最後ウェールズがドアの前に行って、ドアをまた蹴破っていきましょう。で、中で交戦をしていく感じかな。さあ、ここからは自動ですね。で、11月21日というところになりました。This is the Police は1日単位でプレイをしていたんですけども、今回も同じように1日単位でプレイの方はしていきたいと思います。It's not easy to lose track of someone in this town, right? And today, I'm looking at her in the crowd, all alive and healthy. Imagine, right? And the crowd was huge. It wasn't even a crowd, more like a whole river of people. I mean, you look at all of them, and you can't even see the end. All the roads were blocked. Just thinking. It's weird, there's this dead guy who's making it so an alive guy can't get his groceries on time, right? I mean, I just wanted to say,
I really respect Sheriff Wells. He died a hero, right? Ask anyone. Everybody says he's a hero. ウェールズは死んだのか? I'm just saying, I got a job to do. I don't want to lose it. Nobody wants to lose a job because it's not easy to find a new job in Sharpwood, right? So, The money's right there in front of your nose. Don't bother with the check. ジャックっていうのは、This is a Police の主人公でもありましたよね。声も同じように聞こえるけど。I just wanted to say that you don't need to call Mr. なんだっけな、フリーバーグ。He'll be yelling at me either way. ただ今回はシャープウッドっていう場所が舞台になっているっぽいですね。Oh, by the way, those cigars you asked about? ハマキ。Caesars, right? This is a Police 1のジャックはハマキを愛用してたからな。Maybe it'll take a couple of weeks or so, but what's a couple of weeks when it's a quality product, right? I remember one day I was looking... Forget it. I don't know how long I'll be staying. Oh, I hope. I mean, I hope that you won't be leaving too soon. You're like our best customer. Oh, or at least one of our best customers, am I right? I know there's a lot of stuff going on. Lots of folks are leaving, even Pale Charlie left, and he's even older than you. He's 90 or something, maybe even 100. I'm sure you'll find yourself a decent job, right? have a good day, Mr. Nash. ただナッシュって呼ばれててジャックって出てるんで様子がちょっとよくわからないな。Hey, Lily. So we're getting rid of this thing tomorrow? What? We do what? That drawing thing in the hall. We're taking it down tomorrow? I already called Uncle Dimitri. He'll cart it off for us. Might even get a couple of bucks. Whoa. First, it's not a drawing. It's a tapestry, okay? A beautiful work of art. You didn't notice, did you? Second, it's hanging there for a reason. And third, and most important, we're... Oh, you mean that drawing in the hall. Great.I'll get a hanger tomorrow so we can put the TV up there. Maybe a VCR, too. What do you think? Jesse, we are not taking down the tapestry. TV? That's not a bad idea. Sure, but I was thinking, well, you know, I thought we could put a snack machine here. You know, I'm tired of having to drive 20 minutes over to Bad Ears gas station for smoked cheese in the middle of work. Like, I've got nothing better to do, right? As if I, You see how much space that giant thing takes up?We can put a TV up, an arcade game, probably even a pinball machine. Speaking of which, my son moved in with his wife and Derry, so we've got an extra VCR. Only thing is, he took all his videotapes with him, so we can't... Oh, no, tapes are no problem. I've got lots of tapes. Plus, if we tell the guys that everyone's bringing in a couple of movies, then we... Look, I just need you... Hey, what kind of movies you got? All sorts. Bloody Shirt, Bloody Shirt 2...Bloody Shirt 3, Bloody Shirt 4, Hard-Boiled Women, Demons on Fifth Avenue... And you've got that movie where this pilot is flying around the Earth, but he's running out of fuel over the ocean, so he makes a deal with Satan, and Satan sends him to fight an army of skeletons and a skeleton general. You can't fuck with him. Yeah, that's The Wind Blows Into Hell, one of my favorites. Goes without saying, that's every man's favorite movie. Am I right or am I right? When I saw him at the end, when the girl throws the sword into the fire, my heart jumped out of my chest. Betty almost needed to call the ambulance. I swear to God. You need to take better care of yourself, old man. I've also got this movie. It's actually a cartoon, but it's for adults, you know? This guy gets the ability to undress people with his mind. So he goes into work, and he works in a bank.And his boss is a real bitch, but the bitch has some great boobs, and she calls him over to her. Tomorrow. We'll just discuss it tomorrow. And she says there's some problem with this quarterly report. Some kind of paper got filed and wrong, and he asked... What the hell, Gail? Sit down and get ready to type. We agreed. Lily, we'll finish that damn letter of yours tomorrow, and if we're lucky, we'll even... Gail, take off your stupid hat and get back to your desk. I'm the sheriff, and you'll do what I say. I'm the sheriff. Lily, you do know
You don't have to be such a bitch, right? Battier's gas station closes in half an hour, so if we don't finish this stupid letter in the next 10 minutes, I'll be out of smokes until the morning. And if that happens, I'll be coming into work in a bad mood tomorrow. And if I come into work in a bad mood, Just shut up and type. Okay. I'm ready. And for God's sake, let's stop taking half an hour on every sentence, okay? First, read what you've got so far. Of course, we won't be able to pay you serious money. It's like we won't be able to pay you anything at all. But I hope that you feel the same as me, that the safety of our native town of Sharpwood is a question of duty and honor, and not of material gain. No, not just the last sentence. Read everything from the beginning. Lily, come on. Read it from the top. Dear Captain Carter, I imagine you've already heard the sad news that has prompted me to write you. I'll be frank. This letter you're holding is a plea for help. The police department of Sharpwood was deprived. That's enough. I can't take it anymore. We'll just pick up where we left off. Do you think Captain Carter will even read this? Lily, let's just finish it. And then... They got him! The guy from the flower shop, remember? He's one of the neckties. We're sure this time. Where are they taking him? Are they bringing him here? They already did. He's here. Did he have the goods on him? Has he said anything? What does he know? You want to find out, or you're just going to sit there? What happened to him? Well, as far as I understand, he had a hard time getting into the car. Right. Didn't like getting out of the car either. And he really didn't like the stairs. And when we handcuffed him, wow, that was no fun at all. And then when he sat down on a chair, he accidentally... Cut the shit, Charlie. What? The sheriff asked a direct question, and I'm trying... Get out! All of you! Lily, I think it'd be best if you just... What's the problem, Gale? Isn't it best if the sheriff interrogates important suspects? Isn't it great when the commander takes a personal interest in the work? Don't you think? Okay, guys, you hear that? Let's get out of here. さてと、ここは選択肢になってそうですね。This is the Police では、1でもこういうシーンは何回かあったと思うんですが、選択肢を誤ると終了する可能性もあるんで、しっかり見ていきたいんですが、まずは中身を見ていきましょう。ウェールズ本館を殺したのはあなたのギャングのメンバーだって分かってる。まあウェールズは死んだっぽいですもんね。誰がやったかを教えてくれたらあなたを釈放することを考えてあげてもいい。ここはあなたの地元よね。ウェールズ本館が殺されたのは聞いているはず。知っていることを話して。あなたは友達と一緒に本館を待ち伏せして殺した。どんな、とんだ育児なしね。そうよ。あんたとあんたのしょうもないネクタイギャングのことを言っているのは、なんだろうな。これギャングのメンバーだっていうのは間違いなさそうなので、司法取引ではないものの、それっぽい雰囲気が醸し出されている一番上の選択肢にしましょうか。知ってたとしてもあんたには教えない。それよりあんた札の割には可愛く顔してんな。その唇にチューさせてくれよ。なんか This is the police っぽくなってきましたね。さて、じゃあ話を変えましょう。ドラッグはどこに隠してるのにするか。あなたたちの隠れ家の場所が分かるまでここから一歩も離れない。あなたたちは本部には絶対にドラッグは保管しないそうね。なぜかしら。ドラッグの隠し場所を聞いちゃいましょう。担当直入に。あんたのパンツの長さ、なぜ分かるか。なるほどね。いや、This is the police っぽくなってきたな。At least hide the suitcase. What? All this? It's just... Charlie, shut your trap and get ready to question the suspect.
中に何が入ってるんですかね。あのアタッシュケース。Lily, I just want to. You do understand, Gale, that this will soon be over. All of this. You understand that, right? I know, Lily. I know. I need to finish writing that letter to Captain Carter.Hello, my name is Bogdan. Are you satisfied with your water supply system? I bet you're not. I am here to solve your problem. Excuse me, what? It's not so nice to run to the toilet outside in the cold, is it? Especially at our age. You go once, you go twice.And by then, you've already frozen your butt off. And it's lucky it's the only thing you've frozen off. Believe me, I know what I'm talking about. And you know what I'm talking about too, don't you? Listen, this isn't my house. I'm just renting it. All the better. So the homeowner will pay for everything, while you will enjoy the new toilet in warmth and comfort.Are you selling toilets? You sell toilets at night? Don't be silly. We'll replace your whole water system. A new toilet in the house is, well, it's the cherry on the cake. You're right. I'm here a little after hours. Well, you see, our farm is...just taking its first steps in this business, so I can only visit my customers after I'm done with my day job. But a toilet inside your house is doubly good at night, right? Do understand your needs, sir. I myself had to run to the toilet outside for 20 years every night. But when I finally got a toilet inside my house, I... Please go. Just go. I want you to leave. I know what you're thinking. You think that in such a small house, there's simply no room for a toilet. But I assure you, if you just allow me to come in for a moment... Leave right now. I'm asking you to leave. I just want to save both of us some time, that's all. I know that you'll change your mind. The next time you need to go in the middle of the night, you'll remember me and think...Damn, that guy was right. A toilet in the house is what every adult man needs. So, why don't we... I've asked you to leave. You need to leave. Now. Leave. All right. But I bet you won't last a week before you change your mind. I'm telling you right now. You won't last a week.
ディラン、オリバー、エドガーへ。昔住んでいたあの家のポーチにお前たちと座りタバコをふかしながらのんびりと喋ることができたらどんなにいいだろう。お前たちはきっと俺に聞きたいことがたくさんあるだろう。いろいろと嫌なことをね。それが何なのかは予想がつく。でもそれにどう答えていいのか俺にはわからないんだ。なんだろう。で、それが聞きたいこと、本当にあんなことをしたの？で、中身は、俺はただ自分と家族を守りたかっただけなんだ。あんなに時間がかかってしまって申し訳なく思っている。俺は信頼する相手を間違えたんだ。あいつらは俺を散々利用しゴミのように捨てたのさって言ってるけど、これ選択肢になってるっぽいですね。なのでこの問いに対して、家族を守りたかったにする、まずはなぜフリーバーグから逃げたの。あ、やっぱりこれジャックだな。逃げたわけじゃない。まずは自分を取り戻し、その上で戻って汚名を返上するつもりだった。勝つために一度撤退しなきゃいけない時もある。刑務所であの雪になりたくなかったから。フリーバーグを操作する悪党どもの秘密を知る俺をあいつらが生かしておくわけがない。まあ、まずはここ汚名返上の機会を伺っているとしましょう。母さんはなぜ出て行ったの？母さんはなんか若い、あ、そうそう、保険屋と出て行きましたよね。30かそこらの若い保険屋とやるためさ、いいね。なんか本当に This is the police やってるなって感じになってきましたね。続いて、悲しいけどお前たちの祖母の言う通り、俺は年を取っててエネルギー不足。そうだね。そうそう、ローラだったね。ジャックの奥さんの名前。で、ローラのお母さんも出てきて、なんかいろいろやり取りしてましたね。さて、これは30かそこらの若い保険屋とやるためだって、ちょっと子供たちには言いづらいよな。子供たちの年齢がちょっとわからないけど、今。まあ、ただ定年退職するかしないかみたいな頃だったと思うんで、まあ、それなりに年はいってるとは思うんですけどね。父さんも浮気をしていたの？それは厳密には違う。あれは母さんが出て行った後だからな。それに電話で話しただけで実際には会っていない。なんか、ケンジかなんかとこんなやりとりありましたね。そういえば浮気をしたのは母さんの方。その後で俺に起こったことはただのままごとさ。実現しなかった妄想だ。どっちにしても終わったこと。そのままごとの相手は俺を刑務所に入れようと躍起になってる。ああ、まあここはままごと扱いにしときましょう。老練な親父っぽい雰囲気ですね。さて、なぜあのマフィアと手を組んだのか。そうなんだよね。マフィアを壊滅させるためにマフィアと手を組みましたよね。そうするしかなかった。お前たちを殺すと脅されてあいつらの言う通りにするしかなかった。マフィアを倒すのは無理だから、だが操作するのは可能。これはどっちがいいんだろう。対子供に対してっていうんだったら、まあ脅されて仕方なくやったっていう言い訳をしておきましょうか。弱い父親を演じましょう。人を殺したことはあるの？まあ、これさ、子供に言われてあるとは言いづらいよね。あるわけないにしておきましょうか。さて、最後、体の調子。最後かどうかわからないね。体の調子。悪くない。母さんと別れ、警察から逃げ、二度も昏睡状態に陥ったことを除けば、もう一回昏睡状態に陥ったら助からないかも。言っても仕方ないが、孤独に苛まされているよ。ここでは新しい友達はできそうにないと。ここは自分の士気をある程度匂わせて子供の同情を買いましょう。なぜ普通に定年退職しなかったの？悪いやつを捕まえるのが俺の仕事。それ以外に脳がないのだということと、仕事を辞めても他にすることがない。誰もいない家と汚い納屋しか残されていないのにどうしろって言うんだ。ここは悪いやつを捕まえるのが仕事だにしておきましょう。何を恐れているの？何の話だ？捕まって檻に入れられ見せ物にされること。自分の汚名を返上したり、これまでの行動について釈明するチャンスがなくなること。まあ、これはあれかな。まあ、一番最初の質問にはありましたけど、ちゃんと誤解を解きましょう。今後はどうするつもりなの？っていう質問。
俺も随分変わったが予定を立てるのは今も苦手。それは言えない。お前たちを信用していないわけじゃない。でも次に何が起こってどんな結論しなきゃならないかな、ならないかは俺にだってわからない。まあこっちにしておきましょうか。This is a police にしては一日一日進めていくタイプのゲームだったと思うんですけど、なかなか進まないですね。We could hardly shut the guy up. He wasn't so tough. I didn't even get to the phase three. Phase three is where we don't have a lot of time. They're moving their headquarters, but we should be able to nab most of them if we hurry. It's north of here, the old summer camp. But they never keep the goods at their headquarters. They always use a different place, usually an isolated house on the outskirts. Most of the time, these places have random tenants who don't even suspect that there's anything hidden under their floorboards. That way, the drugs can never be linked back to the neckties or the neckties to the drugs. You remember that little tavern called Frasetti? We went drinking there after graduation and broke that big mirror. Mr. Blaine's converted it into a house, and now he rents it out for almost nothing. 2 weeks ago, an old man moved in, and under his floorboards, there's 27 kilograms of heroin. I'm starting to think that guy is leading us around by the nose. I bet there's 4 or 5 armed guards at the house. But you said it's a small place, right? Well, I bet there's 2 at least. I don't believe they just left the stuff under some old man's floorboards. Even if there is an old man living there, I bet he's in on it. Hey, maybe old man is just a nickname. What do you think? I bet he's a right cutthroat, hunkered down there, ready to ambush us. Maybe he already... Well, you and Corey, go check it out. Take 2 cars in case it's not just an old man living in the house. Whoever you find there, bring them in. And don't forget about the heroin. Rest of you will come with me to storm their headquarters. Sound good to you, Lily? さて、こっから本当に This is the police っぽくなってきそうなところなんですが、ちょっと長くねなってきましたので、一旦ここで、終わりにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。